つもご視聴ありがとうございます。カズヤン食堂です。今夜のメニューは、冷やしおでんです。最後までお楽しみください。いや、久々に土鍋使いますね。もう材料をどんどん入れてきます。これで肉じゃがの素、最後になりますね。今までありがとう。美味しくいただきました。そして、はんぺんは手でちぎります。ちくわはハサミで切ります。はい、4本が8個になりました。で、こちらは糸こんにゃくね。10個入りました。最後におでんの素。1袋入れてお水を入れます。お水はね、600ml かな。入りました。そしたら、はい、軽くなじませ、火をつけて、これでね、だいたい15分火にかけます。はい。もうすっかり水分を吸って生き生きとしてきましたね。ちくわとはんぺんがほらホクホク美味しそう。グツグツしてね、夏に熱いのを食べるっていうのもいいんですけど、今日はちょっと冷やしでねやってみようと思うので、わかめなんて入れたぐらいにして、はい、で冷凍庫にね入れます。冷凍庫に入れること60分。いってらっしゃい。いただきます。カズヤン食堂を通じていかに食が大切であるかを少しずつでも多くの方にお伝えできればと思っています。カズヤン食堂です。いつもご視聴ありがとうございます。この動画を見てねいいなと思ったら思ってくれると思ったら、いいねボタン押してください。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、結構味がね濃いめにつけてあります。冷えると暑い時よりも味しないかなと思ってちょっとしょっぱめに作りました。なんでね食べがあっていいです。夏は汗かくんでねしょっぱいもの欲しくなりますね。あ、そんな見せなくていいから、はい、はんぺんです。やっぱりこのわかめ入ってね彩りも取れたので、はい、2杯目いきます。いただきます。どんどんいけますね。さっぱりしてるんでこちらも、やっぱりね夏バテしないようにね少しでも食べた方がいいんです。かといってもう脂っこいものとかはね夏は食べる気しなかったんで、ごちそうさまでした。